はい、ではでは、今日もどうぞよろしくお願いいたします。トルコで私も考えた大学生の NGO 訪問記ということでですね、藤山みのりさんに登場していただいて、あのトルコの思い出をいろいろ語って、もらえたらなと思います。それでは、はい、じゃあ、はい、みのりさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんはじめまして、藤山みのりと申します。今画面を共有するので少々お待ちください。はい、そして皆さん、ね、コメントありがとうございます。見てますよ、こんばんは。西坂さん、むっちー、ひろさん、お母さんも見てますね。 あかりちゃんも見てるよ、昨日の先生のゲストの前回ゲストだったあかりちゃんも、はい、ありがとうございます。じゃあ、今からお話しさせていただきます。トルコで私も考えた大学生の NGO 訪問記ということで、私は自己紹介まずさせていただくんですけれども、今イギリスのサセックス大学の大学院というところでマイグレーションスタディーズっていう、移民研究を専攻しています。今修士課程なので、1年間でイギリスから帰ってくるっていうか形になっています。大学院に来る前は普通に学部生をしていまして、去年の3月に大阪大学の人間科学部を卒業しました。ただその人間科学部では国際協力を勉強していたんですけれども、入学した時は実は違う学部にいて、そこでトルコ語を勉強していました。なので最初はちょっとトルコの文化とか言語に興味があって入ったけど、ちょっとやりたいことが変わって人間科学部に転部して国際協力とか難民支援とかを勉強していたという感じになります。トルコ、私は今回トルコに行ったので、それの体験談をお話しするんですけれど、トルコに私が行くまでにどういう経緯があったのかっていうのをちょっとだけお話しします。もともとその国際協力とか紛争解決とか難民支援とかに関心があって、自分って難民支援をするときにどういうことができるんだろうっていうのを知るためにいろいろ調べてた時期が高校生の時にありました。そしたら難民支援とか難民って検索すると大体こういう写真が出てくるんですね。左側は最近の日経新聞の写真なんですけど、シリア、今シリア難民が世界で一番大きい難民の集まりなんですけど、そのシリア難民の方たちがシリアから紛争を逃れてトルコに、ボートで避難した、その海岸でやっとたどり着いてほっとしているっていう難民の子どもたちの写真だったりします。でこの子たちは本当に気の身気のままで家から逃げてきて、やっと海岸にたどり着いて、でそこで UNHCR とか NGO の人とかに保護をされて、でこれからどこで暮らしていこうかっていう段階だと思います。こういう人たちが難民キャンプなんかに住むこともあると思うんですけど、難民キャンプでは右の写真のように WFP とか国連の機関からその食料が支給されて、その食料とか物資を頼りにキャンプの中で生きていくっていう、そういう難民の子もたくさんいるんだろうなというふうに思っていました。でこういうイメージでいたんですけれども、どうやらちょっと難民の実態とこういう写真って違うらしいっていうのを耳にしまして、どういうことだろうと思ってちょっと調べてみました。そしたらこういうデータが出てきました。左側は難民を支援する国連機関の UNHCR が毎年出してるレポートなんですけど、難民をどの国が一番多く受け入れているかっていうので、トルコが一番上に来ます。っていうのもシリア難民はシリアにもちろんいた方たちなの方たちなので、シリアから逃げていくときに国境を接しているトルコに逃げるのが一番早いということで、歩いたりボートだったりでトルコに逃げることが多い。なのでそのトルコが世界最大の難民受け入れ国というふうになっているんですけれども、よく聞いてみたらその難民の 90% 以上がどうやら難民キャンプじゃなくて、その他のトルコの町の中でトルコ人やもともとそこにいた人たちと同じように暮らしているらしいっていうことに気づきました。でそういう人たちはその国連とか NGO とかの支援がなかなか届きにくいところで、なんとか自分たちの力とかネットワークを使って暮らしているっていうことを知りました。ただその私が大学生の時に難民について調べていたら、やっぱり国連機関の情報とかそういうのしか出てこなくて、じゃあ難民ってその地域の中でどういうふうに暮らしているんだろうっていうのがすごい気になりました。と同時に、もともとトルコに住んでいた人たちってどうやって難民をサポートしているんだろう、そういうとこって全然わかんないなっていうことをちょっと問題意識として感じました。なので、じゃあ私自分の目で
トルコの人たちがどういうふうに難民をサポートしているのか知りたいと思って、トルコに行きたいなと考えるようになりました。ただトルコに行くって言ったってすごい遠いし、お金もめちゃくちゃかかるし、夏休みで行くとかだったら分かるんですけど、ちょっと行きたいだけで行ける場所じゃないなと思いまして、どうやって行くかっていうのを考えました。そしたらちょうどその時に大学で自分のやりたい研究を応援してくれるっていうプログラムがありまして、そこで助成金をいただくことがなんとかできました。というわけで2018年の9月大学の、3年生の夏に一度トルコにフィールドワークという形で行くことができました。でそこで得たデータがちょっと不十分だったので、もうちょっと同じ場所で研究したいなと思って、もう一度そのもう大学が提供してくれていた卒業研究、卒業論文執筆のための助成金っていうプログラムにもまた応募して、そこで同じ場所にフィールドワークもう一回行きました。でここの写真2つ並べて分かると思うんですけれども、その自主研究のためのフィールドワークではちょっと町の中心から外れた郊外の場所に行きました。で、卒業研究のためのフィールドワークでは本当に町の中心部、かなり発展したところに行ってきました。で、ただ行くといっても自分一人で行ったところで難民がどこにいるのかもわからないし、誰がサポートしているのか、誰が NGO の人なのかとか全然わからないので、とりあえず NGO にアポを取ってボランティアさせてください、研究させ調査をさせてくださいっていうふうに言うところから始めました。ただ大学の先生とか何のつてもなかったので、とりあえず当たって砕けろ精神で、その NGO の人たちにメールとかメッセンジャーとか Facebook で片っ端からメッセージを送りまして、受け入れてくださいっていう風にひたすらアピールしてました。で18団体ぐらいにメールを送って帰ってきたのが1団体だけでした。でそこの人たちにありがとうございますって言って行かせてもらったんですけど、そこがそのイズミルっていう場所でした。というわけで第1回目、3年生の夏にイズミルに行ったんですけれども、イズミルってこの地図の中で星のマークのついた場所です。でここはもともとそのトルコからヨーロッパに逃げたい人たちがボートに乗るために集まる場所として有名でした。なのでその2015年に大きな難民の流入がトルコであったんですけれども、その当初からイズミルには難民がたくさんいました。なのでそれに合わせてその地元住民の人たちが難民の人たちをなんとか助けてあげたいということで NGO 活動もかなり活発に行われていた場所でした。で、私はこの最初の訪問の時は田舎の方に滞在したんですけれども、そこではなかなか NGO の人たちと長く時間を過ごすことができなくて、その1日しか一緒にいられなかったりしたので、その代わりにその郊外に住んでいる難民支援とは何の関係もない人たち、むしろ距離を置いているような人たちに難民についてどう思っているのかっていうことの聞き取り調査を行いました。その結果まあ大体こんな感じで、まあ難民とかシリア人っていう言葉を口にすると大体こういう顔文字みたいな反応されたり、まあ難民問題難しいよねっていう、そのあえて明言を避ける人とか、シリア人はこう金とか仕事とか家をトルコ人から奪ったんだというふうに敵意をむき出しにする人だったり、あと政府がシリア人しか助けずにトルコ人のことは助けてくれないっていうふうに政府批判につなげるような人もいました。でここでやっぱり地元の人たちは難民にはなかなかいい感情を持ってないのかもしれないなっていう、ちょっとトルコ社会の分断を見たような気がしました。ただこの分断を見るだけではそのトルコのことを把握したとは言えるはずがないので、もう一回行ってみたいということで2回目イズミルのもっと中心部の方で今度こそ NGO をちゃんと訪問したいということで、地元の人によるが運営している NGO3 団体に訪問しました。ここでは難民の方のプライバシーとかを守るために NGO の名前は出さずに、あと写真も極力出さない形でちょっと進めていきます。 NGO ABC という形で進めていきます。 NGO 一つ目、この団体が私のその片っ端から送ったメールに一つだけ返してくれた団体なんですけれども、この団体の人たちのコンセプトは音楽を通して全ての人とつながろうっていうことで、その難民に限らず貧しい人とか障害がある方とか、あとは LGBTQ プラスの方とか、そういう方たちと垣根を越えて音楽を通してなんか一緒に楽しもうっていうことをされている団体でした。この左側の写真、
プライバシーを守るために全員ニコちゃんマークつけちゃってるんですけど、私もボランティアというか一参加者として参加させていただきました。こういう私が持っているこのちょっと大きめのやつは中東によくある太鼓の一種で、これをこの上下に揺らしたりとか叩いたりとかしていろいろな音を出せるんですけれど、そういう太鼓がいくつもあったりとか、あとはそのパーカッションというか本当によくある太鼓をこの大きさがたくさんあったりとか数もいっぱいあって常に事務所にストックされていたりとかします。で、一番左の人はバイオリンを持っているのが分かると思うんですけど、こういう楽器類は全部活動参加者の寄付とかその応援したい人たちが全部寄付で賄ってくれているものなので、団体として楽器を買ったりとかしていないみたいです。あとはその右端の人がウードかな、中東によくある弦楽器なんですけど、これを持っていたりとか、なのでその中東によくある楽器の演奏の仕方をその団体の主催者の人がいろんな人たちに無料で教えるっていうことをベースにしている団体でした。なのでお昼間に土曜日のお昼間に集まってさあ楽器を練習しようかっていう感じで、もうゆるゆると演奏が始まる。でその楽器を演奏するって言語がいらないことなので、シリア難民の言語はアラビア語で、トルコ人の言語はトルコ語で、なかなか意思疎通はできないんだけど、その音楽の練習を通してちょっと仲良くなっていったりっていうことを見ることができました。あとは比較的コミュニケーションができるような難民だと、この右側にあるようにちょっと団体が演奏してくれって呼ばれたイベントなんかにちょっと演奏者舞台上に上がるようなもできます。あとはその難民の人たちの文化的背景にスポットライトを当てて、その難民の人たちが先生になれるようなそういう場所を提供したりしていました。で、もう2つ目の NGO なんですけれども、コンセプトが難民の何でも屋さんになろうということで、その地元で例えば建物の外側にうずくまっている人とか、その家がなくてちょっと困っている人とか、その空き家に住んでみたけれど家具がなくてなかなか生活が苦しいっていうような人たちがひとまずこの NGO にやってきて、ちょっと助けてくださいって言いに来るようなそういうことをされている団体でした。ただこの団体は私が訪問した時にはちょっと活動ができなくなっていました。っていうのも、もともと難民の人たちにトルコ語を教えるっていうことをしていたんですが、政府の政策でトルコ語を教えることが禁止されてしまったことがあったようで、それで活動を一旦中止してからはその何でも屋さんとして細々と活動しているっていう形でした。で、あとはその主催者の方自身が移民の背景を持っていて、その自分も苦しいんだからその今新しくニューカマーとして来た人たちに何かしたいっていうようなことを言われていたんですけれども、ちょっと地元の中ではやっぱり移民ということもあってあまり馴染めていないような光景を何度か目の当たりにしました。そのトルコ人の人に挨拶をして無視されるとかそういうことも経験されているような、地元の中でもちょっと NGO 同士でちょっとギスギスしたというかものはあるんだなというのをここで知りました。で、3つ目の NGO なんですけれども、ここのコンセプトは難民の人とトルコ人であっても貧しい人たちに食べ物を配ろうっていうことをしている団体でした。この写真はその団体のインスタグラムから拝借したものなんですけれども、こういう形でその貧しい方の家に個別で訪問してスープを配っていったりパンを配っていったりっていうようなことをしている団体でした。この団体は大学生が中心になって発足した団体だということで、その最初は活動人数が本当に友達だけだったんですけれども、今はインスタグラムとかツイッターとかフェイスブックの発信を通じてもう100人以上地元の大学生が集まるような団体でした。で、その人たちになんでこの活動に参加したのって聞くと、難民には何の罪もないからそのここで暮らしていく上で何か助けになるようなことをしたい、私たちが難民を助けたいっていうふうにおっしゃっていました。そこで私もちょっとこんなことを考えました。
その NGO、その音楽を通してつながろうと言っている人たちは、その活動の中に難民も地域住民もどっちもいるんですね。で、その人たちが音楽の演奏っていう共通の目標に向かって一緒に何かをやっていくっていうことをしている活動でした。なので、そのトルコ人にとってあなたはシリア人かどうか、あなたは難民かどうかって活動の中であんまり関係なかったんですね。で、その私がその質問をトルコ人の参加者にしたときに、この活動を通して難民に対する見方は変わりましたかっていうふうに聞いたら、どういうこと、なんでそんなことを私に聞くの、意味がわからない、この活動は別に難民を助けるためにやってるんじゃなくて、私が楽しいからやってることであって、その中で難民の友達ができただけだよっていうふうに、そのトルコ人の人はおっしゃっていました。一方で、その食料支援とか、あのトルコ語を教えたりとかしている団体の人たちは、地域住民が難民に対して何かをしてあげるっていう構造がやっぱりできていました。なので、かわいそうだから何かしてあげたいとか、困っているから何かしてあげたいっていう風な動機で何かをされていました。なので、宗教色もちょっと強かったりします。で、ここで考えたことなんですけど、やっぱりその同じ地域の中で難民と地元の人が一緒に暮らしていく上で、難民だから助けますとか、そういう上下関係のあるような社会ではなくて、フラットにしていくためにはどうしたらいいかを考えたときに、難民にしてあげるんじゃなくて一緒に何かをする、でかわいそうだから何かをするじゃなくて、楽しいから、私はこれをやることが好きだから一緒にやる、で難民、あなたが難民だから助けてるんだよ、あなたが貧しいから助けてるんだよではなくて、あなたは友達だから、あなたを私は知っているから、だから何かしたいんだっていう、そういう個人的な動機っていうのが一番大切なんじゃないかなというふうに思いました。で、冒頭であのヘムリさんがあのピースオブシリアの活動について話されていた時に、かわいそうだからじゃなくて大好きだから何かしたいっていうふうなことをおっしゃっていましたが、この NGO、 トルコの、ローカル NGO にもそれは通ずるところがあって、だからこそ、その個人と個人でそのお互いの顔が見えるような、そういう交流とか、あの活動をしていくと、お互いの理解が深まって、よりそのフラットな社会というか、その上下関係をあまり感じさせないような、かわいそうだからとか、自分に引け目を感じずに、あの生活していけるような場所が生まれるんじゃないかなということを考えました。これが大学生なりにトルコで私が考えたことです。いや、一旦こんな感じで、ご清聴ありがとうございました。はい、じゃあコメントにね、いただいている質問があるので、とか感想もいっぱいあるので、ちょっと、まあ、じゃあ感想からですね、あの自分の友達が困っているからというのがいいですね、という感想。そうですね、はい、うん、やっぱ日本にいると難民ってどうしても遠い存在で、あのなんだろう、難民だから何かしないといけないじゃないかとか、やっぱラベリングというか、そのグループごとでものを見てしまったりとかすると思うので、私がトルコに行った時は本当に衝撃的でした。友達だから何かするんだっていうのは、こんなにも簡単にというか身近に行われてるんだなっていうのをすごい勉強になりましたね。うん、なるほどなるほど。いや、フラットの関係っていいですねって美坂さんが書いてくださってます。あとですね、楽しいからやっているこうであろうという思いは実際違うことがあるんですねっていう、あの比較のところですね、きっと、うん、そうですね、やっぱり本当に意識、いわゆるその意識が高いっていうふうに言われるような人たちは、その助けたいからっていうので集まってくるんですけど、やっぱりそういう人たちはその何回か活動に参加したらいなくなってしまったりとか、そういうこともあるというふうに聞いていたので、うんうんうん、やっぱり楽しいからこそ長続きするし、そのなるほど、楽しいからっていうのがやっぱり大事だなって思いましたね。なるほどね。あ、今ね、三好大志さんが上下関係のないってすごい響きました、考えてみるとそういった動機って大事ですねっていう、うん、やっぱりその、 あの今大学院で勉強していて、で論文なんかを読んでいると、そういうことっていっぱい出てくるんですね。その難民にはあの力がない人たち、かわいそうな人たち、助けを求めている人たちっていう風な捉え方を、あの大きな NGO の人とかはしてしまうんだけれども、実は難民自身にも力があって、自分たちの力でここまでその避難してきたりとか、その言語が通じない場所で何かをやっていこうとしているのに、その
いざ避難した先であなたは何もできないからっていうふうに言われてしまうと、どんどん生きる力が自然と失われていってしまう。だからそれを何とかしないといけないみたいな議論もあるので、難民自身の力を引き出すというか、もともと同じ人間なんだから、そのフラットであるのは当然だから、それをどうやってその活動として落とし込んでやっていくかっていうのも大切だなっていうふうに思っています。なるほどです、なるほどです。そう、本当ね、デベロップメントって開発って言われている言葉も、もともとあるものを引き出すものかなっていうふうに、うんうん、だと思うので。はい、じゃあ質問がね、今2つありますのでちょっと聞いてみたいなと思います。ですね、現地の方々はもともと音楽に慣れ親しんでいるのですかっていう質問が。あ、そうですね、本当に音楽はストリートミュージックじゃないけど、本当に街中にあふれているようなところでした。で、私が訪問した団体はそのイズミルで音楽活動をする人が集まって結成された団体なので、もともと音楽をやっている人たちが集まっていたんですけれども、そこの人たちが音楽の先生なんかで学校で教えてたりするので、そこの教え子たちが評判を聞いて集まってきたりとか、もともと音楽家のファンだったっていう人たちが集まってきたりとかして、で全く自分は楽器なんて弾けないんだけど、とりあえず行ってみた。そしたらちょっと楽器やってみないっていう風に言われて、ああじゃあって言ってちょっと身を見まねで始めてみる。そしたら隣にたまたま難民の人がいて、一緒におーおーって言いながら勉強していくっていうようなことをされていました。なるほど。でも音楽本当好きだなって僕もシリアの人たち見てても思いますね。なんか急に弾き始めて、なんでみんな知ってんのっていう感じで。はい。あ、感想がね、今続々と来てますね。はい、ありがとうございます。沖潮ヒカルさんが、久しぶりにみのりちゃんに会えて嬉しいです。ラベリングしない、難民だから助けるわけではないというのが印象的&共感します。難民という人はいないですもんね。そうですね、うん、難民はあくまでそのなんだろう、政府がどうやって管理するかっていう時につけるラベルというか、うん、法的地位のこと、すごい政治的な単語なので、うん、その個人を示す時に難民ですねっていうのはちょっと違うなって思います。だからこそ、その人となりというか、個人としての人に接することが必要だなって思います。そうだよね。僕も、なんていうか、シリア難民支援みたいな言い方を、すごくこう、文字数の関係で使わざるを得なかったりすることがあるんですけど、喋るときに、僕喋、難民になったシリアの人っていうふうに、なんか意識的にというか、言いたくなる。うんですよね、っていうのは本当僕は10年前までシリアにいたので、その時って全然難民どころか普通に難民受け入れてた国だったので、シリアって。なのでなんかそういう、あくまでそういう状態に陥った人、陥った状況っていうのがあるだけで人ではないんだなっていうのは僕も本当に一緒なので、分かるなって思いながら聞いてました。ね、あ、音楽 NGO の活動に参加しているシリアの人の方、あ、シリア人の方々どんな思いで参加しているのか興味ありますって、マスミさんが一緒にやってます。そうですね、インタビューをした時は、難民の人たちってその就学年齢18歳以下であっても、はい、やっぱ働いている子たちもいたんですね。児童労働をしている子たちもいて、その中でそのわずかな休憩時間というか隙間を縫ってでも参加している子たちもいて、体も疲れていると思うのに、ここに来て参加してるんだねっていうふうに言うと、やっぱり音楽に触れていることが人生の楽しみみたいにはなってるし、なるほど、ここでいろんな人と話したりとか、トルコ語も鍛えられるし、ここが一つの憩いの場所、自分の居場所になってるんだっていうふうに言っていました。なので音楽も楽しいし、居場所として安心できる場所を NGO の A の人たちは提供してたんだなというふうに思います。なるほど、なるほど、ありがとうございます。あ、そう、オノディさんから質問がありまして、はい、どうして外国から来た知らない人を、好きだから活動してるんだというところまで持っていけるんでしょうという質問。そうですね、多分最初はすごい難民の人が大勢来た、ああどうしようっていうふうに自分も思いますし、その日常生活の中で目にする難民の人って、やっぱり外を歩くしかない人たちとか、家がなくてちょっとホームレス状態になっている人とか、
そういうところを、そういう人たちのために何かしたいっていうのももちろん出発点で、その音楽をやっていた NGO ももともとはその毛布を支給したりとか、あの住宅手当のそのサービスにつないであげたりとか、そういう何でも屋さん2みたいなことをやっていた団体だったんです。ただその難民の人がだんだん仕事をできるようになってきたりとか、その年を減るにつれてだんだん難民が自分で生活できるようになってきたから、今はソフト面のそのセラピー的な支援に移行しようっていうふうにされていた団体だったので、もちろんそのベースの食料支援とかももちろん大事なんですけれども、それがあってさらに上のステップとして、その友達だから何かするっていうところも成り立つんだなと思います。だからどっちの方がいいっていうわけじゃないだと思います。なるほど、なるほど。さあ、藤原さんも一緒に楽しむことがいいですねっていうコメントいただいてたりとか、あと川田さんがオリンピックで他国の選手を地域で受け入れられているから日本でも十分受け入れられるような気がしますねっていうコメントも。あ、そう。これからその行政の手続き的にもそうですし、私たち一人一人のその心構えというか、気持ちの持ちようとしても、どんどん包摂というか、明るい社会になっていったらいいなっていうふうに思います。はい、今、そうですね、西坂さんも、言葉は、音楽は言葉を超えられるからねっていう。本当に、本当に、言葉がいらない、そのスポーツも、絵も、歌も、なるほど。言語を超えるツールってなんか持っといたら強いなって本当に思いましたね。わかる。私も喋れないし、ね。そうね。サッカーもっと上手かったらよかったのにって思うとき結構あるもんね。あ、めっちゃ思います。ボールさえあればできるからみたいな。そう。でも足折りそうで怖いわみたいな。思っちゃったりとか。もうそれ上手いだけでね、もうめっちゃもうおーってなるもんね。ヒーローみたいなもんね。場が湧くみたいな。あ、さっき質問してたオノディからですね。フラットな関係に持っていくのも素晴らしくて、相手からも求められている部分もあるというのは分かります、けど日本という恵まれた国からやってきた自分と比較しちゃうと、果たして自分はフラットに持っていけるのかと悩んでしまいますという。そうなんですよね。なんかその関わり方のもう一つ気になるところではあって、その自分のポジションというか、自分がどういう立場でその現場に行くのかっていうのによって、その関係性ってどうしても変わってしまう、固定されてしまっていたりとかするので、そこを乗り越えるというよりかは、関係でき一緒にできるさまざまな立場の人を増やしていくっていうことが、そのいろいろしていく上で大事なんだろうなって漠然と私は今思っています。なるほど。僕、あ、そうですね、でもフラットっていうところでちょっと思い出した話があって、ある NGO の人が言ってたのが、シリア人の気持ちを代弁するような企画とかにすればいいんじゃないですかねって話を、僕はちょっと日本で報告会されてた時に、なんかこう改善点あるって言われて、そういうこと言ったのね。なんかもっとこうなんですかね、シリア人が身近になるようにみたいな、シリア人の気持ちが共感できるようにって話で伝えられないですかって聞いた時に、無理って言ったんですよね。NGO でもう数年お知り合い並支援で関わられてた方なんだけど、無理だっつって、もう俺たちは彼らの気持ちにはなられへんっていうことをすごいスパッと断言してて、で何ですかね、感情移入しない代わりに活動をもう本当にガチッとやってて、その分本当に多くの人たちに可能性と希望を与えてたっていうのを見た時に、なんか同じ気持ちになる、さっきね言ってたけど、どっちがいいってわけじゃないっていうのがまさにそうで、フラットだからいいのかっていうのもまた多分別の見方もあるのかもしれないし、そうっていうのと、あと何だかな、で僕スウェーデンで出会ったシリア人がいるんだけど、難民となってスウェーデンで住んでたんだけど、その彼はシリアでは難民支援の仕事してたよね、戦争前で。その後ヨルダンで難民になって、でその後エジプト行って地中海越えてヨーロッパまで、イタリアまで行ってからスウェーデンまで行って、スウェーデンで難民申請で難民認定されてっていう人で、で彼は、僕難民支援の仕事ずっとやってきてて、難民の気持ちが分かると思ってたけど、自分が難民になってみて分かってなかったことに気づいたって話をしてて、うわーみたいな、なるほどなっていうのはなって思ったっていうのをちょっと僕は思い出しましたよ。その自分は相手にはなれないんだっていうのを分かった上で、だから何が
何かをしてあげるだとやっぱりその相手の気持ちを分かろうとするので、はい、それももちろん必要な場面もあるし、本当にその私は私、あなたはあなたみたいな、その線引きをしっかりすることで成り立つものもあるし、うん、あとはそのトルコに行ったからそのフラットな関係がいいんだろうなっていう風な結論に私は達しましたけど、日本、それをもうそのまま日本に輸入できるかって言ったらそういうわけではない。今日本にはそんな370万人以上難民がいるわけではないので、だから私たちがどう関わっていくかっていうのはまた別の話で、一から作り上げていくものだろうなと思います。ね、本当うちが深い話だよって言ってくれてました、僕の話によかったはい、というわけでですね、なんぼでもまた話せるんですけど、なんぼでも話せる話は交流会ということでですね、一旦ここで、Facebook の配信ということでは、以上になります。なんかね、それこそ今回みのりちゃんの友達も見てくれてたみたいな感じで、またこういう機会をねどんどん作っていけたら嬉しいなって思います。というわけで、あかりちゃんもためになりますって言ってくれてますね。はい、じゃあ今日聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。そして、とってもとっても興味深いお話をしていただいた、素敵な発表していただいた、みのりちゃんありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、見てくださった皆さんありがとうございました。失礼します。木曜サマルというイベントでして、日が暮れたという夜更かしして友達と楽しく過ごすという意味のアラビア語でございまして、30分間ゲストに喋っていただいて、後からですね9時半からサマルということで、晩ご飯を食べ終わってゆっくりした時の流れで、誰かの家で集まってお茶を飲みながらゆるゆると話すみたいな感じでですね、皆さんと一緒に交流ができたら嬉しいなっていうふうに思ってあります。どうぞ、そこまでね皆さんも来ていただけたら嬉しいなって思ってます。でピースオブシリアなんですけれども、はい、子どもたちへの教育支援と戦争の前と後を伝えるということでですね、活動しておりまして、今日のような活動はですね、かわいそうだからじゃなくて大好きだから行ってみたい国へというところで、伝えるという活動、そしてですね教育支援ということではですね、こういうふうに支援が届かない場所に教育を届けるというところで、戦争前までは本当に豊かだったシリアのその魅力についてまず伝えさせていただいてですね、ただこの出国率 99% 100% 近かったものがですね、戦争によって一時期 6% まで地域的に下がった場所もあるほどでございましたが、それを受けてですね、僕たちの方で、何かできることをということで、他の国際機関や政府から支援が届いていない地域にあるシリアの北部の幼稚園、小学校などに、そしてトルコの南部のシリア難民向け補習校も最近からですね、支援を届けているという活動をしております。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。いろんな寄付とかねもやってますし、寄付の募集もやっておりますし、イベントとかボランティアの参加なども応援していただく形もですね大歓迎でございます。もしですね継続的なご寄付いただいた場合は、このような特典もですね準備させていただいております。ぜひ、とりあえずページだけでも見ていただけたら嬉しいなって思います。ちなみに7月17日にはですね、飯野真理子さんという元 NHK 報道局ディレクターの、方がですね、もうシリアと20年のご付き合いがあるこの飯野さんをゲストにですねイベントするんですけども、こちらもパートナー会員でしたら無料で参加できますので、ぜひ、こちらもご検討いただけたら嬉しく思います。